はい、今日もロクサーヌ占いやっていきましょう。前回は完璧な勝利で気持ちよかったんですが、今日はそうはいかないでしょう。あなたに損はさせませんよ。なんか悪夢将来まで出たからね。マヤが出て悪夢将来を奪って、さらにそれで、ね、強い魔王が2体出たと。さて今日はどうなることやら。音が鳴ってるのになかなか来ない。さあ、ルイダいいね。スタミナもいいね。わらしを抜いておくか。ああ、わらしもいいな。割とこれはいいんじゃないかね。ルイダ、いや、回して、ルイダ、さらにスタミナ。封印が来なければ。悔しいな。わあ、ネネが来たか。じゃ、ちょっと待ちか、これは。なんか出した方がいいような気もするが、毒とあれでやられるだけだから、やめておこう。ネネが来たらさすがに待ちだな、これは。もしで行くか、ビアンカで行くか。ビアンカでいいな。で、次、ネネを前に置いて、後ろにルイだと。うん、それが最高かな。あ、ロクサーヌも来た。素晴らしいよ。今日はなかなかいい展開。で、次はネリで回す。ここぐらい使わないといけないっていうのはきついな。あー、毒。出さざるを得ない。苦しさ。出さなくてよかった。この辺出さなくてよかった。まあ、テンション上がるだろうが、まあ、あんま関係ないと。僕には関係ないと。ブラレも、ブラレも高校ブラレもいいよ。回して、さすがに幸せばっかってことはないな。力だけつけようかな。おい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 、そりゃねえだろ、ちょっと。HP ないと意味ないしよ、これ。まあこんなところでいいでしょう、とりあえずは。ロクサーヌでもとりあえずいいかな。ルイダをちょっと生かしたかったのに、力力力力力はねえだろ、さすがに。お前。あ、でもテンション上げたいから、私から、あ、死後で来るよね。知ってました、みたいな。こっちが死んじゃうのが悔しいな。あ、ぶられで。まあ、とりあえずブラレで、こんにちはさせていただき。悔しいなこれ。違う、死んじゃうのが悔しいな。一発これ撃つ。もったいないな。テンション上げる方がいいな、これは。これは死んでも仕方ない。今テンションめっちゃ上げていく方向でいこう。あー、ちょっと6になると、6になると、あれが来るから、煉獄鳥が来るから、それは注意。で、あー、うめえなー。うめえなー。回すか。なるほど。我が血族、あれを倒しておくか。ルイダー出したいのになぁ。ルイダー出したいのになかなかうまくいかんの。煉獄鳥が来るから、これはちょっと後ろで。指導とかもケアしないといけないな。これはテンション上げでよくて、
あ、いらないこれを全投入してあげるわ。で、ロクサーヌルイーダのコンボ。あー、煉獄召喚。さあ、1点ダメージあるか。ない、ない、1点なし、ない、ない、ない、1点なし、なし、あるんだ。くそー。悔しいなー。悔しいなー。悔しいなー。これは悔しいなー。神様もいいなー。相手プレッシャーをかけるために神様もいい。いい技だと、1、4、6、3でいくか。こんなコマさん後ろ読んでんだろう。めんどくさいなぁ。また、昨日もなんか似たようなやついたんだよなぁ。6、3じゃちょっと遅いなぁ。もう一回煉獄マザーが来る可能性がある。あとはあれか。前にしよう。仲間を集めるなら私に任せて。5点にする。スタミナでいい。かしい。出していられませんぞ。ほりゃ。まあ5点にしておけば、まあ大体、いや6点にしよう。大体大丈夫でしょう。ほりゃ。まあ、いたとしても、ホメロス。冒険者さん。ああ、フォズさん、いいね。フォズさん、素晴らしい。フォズはすごいね、これは。6点を殺せるのか？ああ、そういう手があったか。くっそ、めんどくせえな。でも、今度、神様だよ。神様の6点を殺せるか？あ、そっち殴る。なるほど。封印があったか。それはちょっと想定外だったな。で？次8だからな。しかし、後ろに。ケダモンもいいね。ロクサーヌも行きたいんだけどな。フォズもいいね。フォズ、ロクサーヌ、一応。煉獄長が来ることを考えると、フォーズ前。フォーズ前。大神官の何かけて。ロクサーヌ後ろ。リッカの宿屋のチームワーク、見せてあげましょう。素敵でお得なカードをお届けいたしますわ。金だよな、金だよな。そう、高いよ。使っちまおう。どうせ回すんだから使う。あー、でもな、ケダモン用に取っといてもいいか。行くわよ。転職をご希望ですか？まあまあだな。点いまいちだけどな。あ、でもこれで、ケダモンで点が上がるんじゃないかな。打点が。ポズが嫌だと。からのソードイドか。はあはあはあ、なるほど。まあ、それは簡単に叩けるから、よし、しゅう。ヤンガスで叩くのも面白いか。あと1点。これで叩いて。掘り出し物ですよ。私の力だけだとこれが限界みたいね。とっておきをお見せしましょう。なかなかいい、なかなかいい攻撃力だ。で、これだ。奥さんの占い。ああ、先にそっちをやるべきだったか。
煉獄魔山とあれが来ることを考えるとどうすんだ。ヤンガスはのんびりしていられませんぞ。死ぬか。俺の力を貸してやるぜ。これなかなかいいんじゃない。これ前列に召喚しても味方ヒーローがいるなら1マス前の敵にと4ダメージ。これで総動員とか何回いても4ダメ入るから割といいぞ。これプラスゲレゲレプラスこれで8ダメ。いやーそれも遅いんじゃないかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 入るからな。はい、諦めてください。諦めてください。ゲレゲレで終わりだよ。ゲレゲレで終わり。いやーいいやつ引いたけど仁王立ちじゃなきゃ終わりですよ。はいはいはい。あーケダモンもいいね。じゃあもう完全に相手を翻弄して。あれ？あ、間違えて押しちゃった。バカじゃねえの、バカじゃねえの。え、ね、こっちにカーソル合わせてたつもりなのに。アホだ、アホだ、アホだ、アホだ。カーソル合わせてたつもりが、まさかのここにカーソルあって死んでしまったという。バカじゃねえの。余裕勝ちだったのに。こっから勝つことあるんか僕。そうだよね、そうだよね、殺されちゃうよね。なんか引いて頑張るしかない。こいつってゲントの杖だと、ゲントの杖だと HP 回復するんだよな。倒しちゃいけないんだ。じゃあこっちを倒さないといけない。まずい。ギリギリで読んで。いやー、なんてミスんだ。で、回復しちゃうの。この一手。私のターンですね。いやー、まずいね。あ、痛み分けいいね。あんま良くねえな。まあ、とりあえず痛み分け打っといて。痛み分けの末。登山機いいな。テンション上げるのどっちがいいか。タヌキの方が良さそうだ。いやー負けるわこれ。くそー。だからこのカーソル嫌いなんだよ、スイッチのカーソルは。絶対このタッチフリック操作でやってたら絶対負けないのにな。妊娠して、しかもエビプリでしょ、どうせエビプリでしょ。おー、そんなやつ入れてんだ。変身した後にゲントの杖持ってくれば面白かったな。次エビプリ出したいからこれやらない。可能性としては10コスのあれ。あーでもエビプリ変身されたらもう終わりだよな。なにこれは。ちょっとどころじゃないな。だいぶまずいな。厳しいの、厳しいの。どっちがいいか。その通り、わしが神様じゃよ。ありがとう。来てくれたのね。全然ダメージ与えられねえ。おっと、やれることはやってしまいましたな。もうテンション上がると思ったんだよね。で次はデビーで行こうかな。これ剣は弱すぎるからな。
ルビーに変身して、ワンドローくればいいな。あ、その前にこれだな。こっちだな。家族の絆が先だな、これ。あがき、苦しむがいい。では、さらばじゃ。ということは、エビプリ来てないってことか。ホメロスあたりか。怪我は治さないと。やばい、いい勝負になってしまった。これでも相手が弱いうちにこの、絆を使ってしまった方が。テリーはどうなんかな。闇への供物。ああ、どうにもならないから引きたいけど引けないみたいな感じか。テリーは後でいいか。とりあえず一点殴る方が優先でいいかな。この一点、重いな。いでよ我が血族。うん、こいつも邪魔なんだよな。これを殴ってる場合でも回して回してラハミアってわけでもないでしょ。まあエビクリ引いてくるけど殴る。その武器は邪魔だと。私のターンですね。殴ろうかな。で次またドローできるしな。ドローできるし、これはなかなかいいんじゃないか。次殴ったらドローできるし、思わぬ癖になってしまった。エビプリまで出せないでしょ。このフローラの位置が困るんだよ。そうだね、こういうやつがいるからね。こういうやつをどうしたらいいかって。でも無視して本体に2点入るから、まあいっちゃいいんだよ。あー、うめえな。あー、でも煉獄町失敗した系だね、これは。はい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 。はい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 。あー、マンドラ最高だね。最高のやつが来てしまったな。申し訳ないがな。で、これで？ああ、いいね、いいね、最高だ。で、テリー出す。この試合は楽しめそうだね。みんな、僕に力を貸して。やっつけてやる。いよいよ。さらに、メラゴを出して。まあ、苦しんだが、苦しんだが結局は僕の勝ちだ。今度間違いないぞ。間違いないぞ。間違いないよ。間違いないよ。はい、レジェンドホーン。完璧。あー、ちょっと焦ったが結局は余裕だった。エビプリが全く引いてこれなかったんだな、相手。3枚引いて、クモツ2回やったのに、エビプリが一回も引いてこなかったと。はい。これは、63で、テリー勝ちではないな。63で何引いてきたかも忘れちゃった。でもまあ、63の勝ちと言えるだろう。カーソル右に連打したで、してただけなのに、間違って、ターン終了のところで A ボタンを押してしまったらしいっていう。危うく負けるところだった。怖い怖い。さあ、もう一回63の裏で。まあ一回当たりだったからもうね。フォズが出たことしか覚えてない。フォズとテリーか。うん、あの仁王立ちずらす、あいつはほんと役に立つね。シールド、オーガとかもずらせるし、ソードイドもずらせるし、
あのおかげで勝った。あれ一枚入れてるだけでね、だいぶ、勝つことがあるんだよね。こいつは盗み買いがありそうだ。さあ、神には盗まれて負けるパターンだな。しかも、しごれ。これ盗ませないために、この手札に置いとく、みたいな。いかがでしょうか。うん、でも、マヤだったら盗んでくるんだよな。しごれがね。しごれがまあ、ちょっと耐えてくれればいいんだけどな。あっさり3ターン目とかにしごれ殺されるときついな。ここをどうするかなんだよな。手置きをお見せしましょう。ビアンカで行くか。珍しいとこ置くね。大抵真ん中に置くんだけどね。何諦めてんだよおい。はい。ありがとうございます。勝たせてくれて。え？なんでケダモン出ただけで諦めんだよ。まあ、いっか。今日はこんなところで。さっきの、クソ試合。グダグダ試合が長すぎたんで、これで終わりにしよう。いやー、練習を続けてるね、これは。いい感じだ。